では高市大臣の記者会見を始めます。大臣よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。まず科学技術政策担当大臣として報告をいたします。本日4月14日に、第15回統合イノベーション戦略推進会議を持ち回りで、開催しました。会議ではフュージョンエネルギーイノベーション戦略、量子未来産業創出戦略の2件について決定をいたしました。フュージョンエネルギーイノベーション戦略は我が国初の核融合の国家戦略として、私もすべての会議に出席して議論を行ってまいりました。本戦略ではこれまでの研究開発を中心としたアプローチに加えて、フュージョンエネルギーを新たな産業として捉え、産業化の推進を図るなど多面的なアプローチを展開することとしております。本戦略に基づき、フュージョンエネルギーの実用化を一層加速できるよう尽力をしてまいります。また量子未来産業創出戦略は、量子技術の実用化産業化に向けた方針や実行計画を示したものでございます。量子未来社会ビジョンで掲げる目標を実現するための取り組みを推進してまいります。私からは以上でございます。それでは質疑に入ります。まず1巡目の質問をお願いしたいと思います。中小の科学新聞の中村さんお願いします。科学新聞の中村です。よろしくお願いします。iSpace 社が先日ですね、月探査船を26日にも着陸させるという発表をしたんですけど、第二としては期待をお願いします。早ければ4月26日に、日本のベンチャー企業である iSpace 社がの、月着陸船が、月面着陸を予定しているということでございます。で、月面への軟着陸に成功しましたら、民間事業者として世界初の事例になります。また昨年11月 iSpace 社による月面資源開発計画について、宇宙資源法に基づき、許可を行いました。iSpace 社が、採取したレゴリスの、NASA への所有権移転が実現しましたら、月面での宇宙資源の商業取引として世界初の事例にもなりますので、成功を大いに期待しております。今回月面着陸船の打ち上げを行った iSpace 社が目指す月面の輸送サービスの実現は、月面や月周辺の経済活動の基盤となるものでございます。現在多くの民間企業が月面の探査と利用に関心を持って、月面産業に関する協議会を作るなどして積極的な取り組みを行っておられると伺っています。だから今回の着陸がぜひとも成功し、月面や月周辺での経済活動も含め、今後の宇宙ビジネスのさらなる発展につながるということを期待いたしております。その他いかがでしょうか。有事の渡辺さんお願いします。有事の渡辺です。冒頭に言及がありました核融合戦略について伺います。核融合として初の国家戦略ということで、それは掲げたことの実効性を持たせるために武漢の学習を含めて、今後どのように取り組みを進めていかれるか、大臣のお考えをお聞かせください。はい、戦略ではフュージョンエネルギーの実用化を加速するための多面的なアプローチと、しまして、産業協議会の設立、またスタートアップ等 の研究開発の支援、安全規制に関する議論の、開始、イノベーションを起こす新興技術の支援強化、またフュージョンエネルギー教育プログラムの開発などを新たに展開することといたしております。内閣府は政府の司令塔という立場で、関係省庁と一丸となって、さまざまな政策手段を総動員するということによって、産学官がしっかり連携して着実に戦略を実行できるよう尽力をしていきたいと思っております。その他質問の質問いかがでしょうか。皆さんそうでしょうか。疑問もないってことでよろしいでしょうか。はい、それでは、本日の高市大臣の会見を終わりたいと思います。お疲れ様でございました。昼時になってすいません。